こんばんは。ようこそ初耳階段へ。まずはレギュラーアーティストの皆さんです。お願いいたします。お願いします。お願いいたします。お願いいたします。さあ、そしてですね、今回もスペシャルゲストの方お越しいただいております。川名真理子さんです。お願いいたします。お願いします。出版されてるもうね、数がすごいじゃないですか、うん、でも本は本当におかげさまでね、たくさん出させていただいてお世話になっております。ああ、いえいえ、お世話になっております。本当にもう皆さんにお世話、いろんな切り口でね、出されてますもんね、はい、そうなんです、いろんな職業の方にっていうので、そのことで、ね、のぶさんのお父様、そう、はい、僧の階段っていう本を春に竹書房階段文庫から出させていただいて、その時にお父様がお坊さんだったことがあるということで取材させていただいたんですよ、はい。ね、だからそういった本もありますし、あといろんな怪談会のなんか、ね、はい、そのまつわる方たちのなんか話を集めたご本なんかもあって、もう何しらばっくれちゃってインタビューさせていただいたじゃないですか。そうなんです。その中で、吉田裕貴さんとか、はい、あと僕も、はい、その中に入れていただいて、はい、で、電話取材で2時間、はいはい、で一応自分のなんかその怪談にまつわる思いとか、怪談に対するこういろんな歴史とかを話して本にしていただく、はい、それが何人でしたっけ。18人のそういった、うん、本をまとめたってやつなんですけども、はい、うん、2時間の電話取材ですよ、うん、僕の話をするわけじゃないですか、はい、2時間の電話取材中に、話してる分量が1時間半と30分っていうすごくない、すごくないですか。すごいですね。俺の取材なんですよ、ね、時に1時間半話されてました、ね、いや大丈夫です。ちゃんと聞きたいことは全て2時間必要だったんですか。2時間必要なのかな。もちろん。でもちゃんと、ね、原稿をチェックしていただいて、ありがとうございました。素晴らしくまとめていただいてね、はい、ようやっとおかげさまで無事に本が出せましたので、皆さんじゃあもう発売になってますんでね。そうなんです、はい、5月28日に発売ですね。1個だけいいですか、はい、これ都市ボーイズの早瀬から聞いたんですけども、はい、なんかバイク、うん、バイクかなにまつわる怪談をなんか、うん、みんなで話しましょうなんて時に、うん、マリコさんが、はい、15分経ってもまだバイクに乗ってなかったっていう、めちゃくちゃ面白いじゃん。めちゃくちゃ面白い。バイクにまつわる階段なんですね、はい、まつわってないやん。バイクの階段しましょうかって話をしてみたいなのがいた時に、あれ結構時間経ってるなと思ったら、15分経ってんだけどまだバイクに乗ってなかった、はい、面白い、はい、まだ乗ってないです、まあ、数々やらかしてます伝説が、いや数々やらかし、今日は伝説が描かれるんでしょうかね。伝説がどっちなんだろうか、うん、これはね、はいはい、楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。はい、では続いてのコーナーに参りましょう。初耳怪談ファーストテイクです。ここからですね、怪談師の方に初出しの怪談を一発撮りで披露していただく初耳怪談ファーストテイクなんですが、本日怪談を披露していただくのはもちろん川名真理子さんです。お願いします。よろしくお願いします。話しますかね無理のない程度、はい、甘えない方がいい、はい、ね、うわ、さて、はい、さあ準備の方よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。本日はなんとご本人持ち込みの初おろしの会談、はい、披露していただけるようです。それでは川名真理子さん、よろしくお願いいたします。仮のお名前リリコさんという女性から聞いた話なんですけれども、リリコさん、お友達と一緒に雑貨のお店をやることになったんです。で、そこは郊外の商店街 でリリコさんたちが商店街の店主の中では一番年が若くて、で他に若い店主というのはスキーやスノボのショップをやっている男の店長が一人いたんですけどね。でそちらの店長、35歳ぐらい、リリコさんたちが、30そこそこで、するとそのスキーやスノボショップの方の店長が、若い者同士仲良くしようと言って、特に、リリコさんの親友でもあるリリコさんたちのお店の店長に、まあ、非常にこう情熱的にアプローチしてきたんですね。しかし店長、実はもう結婚しておりましてお子さんもいる。でリリコさん正義感が強いたちで、非常に困ったなって、店長のために私が一肌脱ぐかとか思いまして、でそのスキーショップの方の男の店長に、困ります、やめてくださいと、不倫になっちゃいますよ、うちの店長結婚してるんで、というふうに言った。ところが、スキーショップの店長全然諦めないんですね。で非常にしつこくしつこく毎日のようにお店に来るようになってしまった。これ厄介なことになったなと。リリコさんたちの方が新顔ですから喧嘩をするわけにもいかないわけです。参った参ったと思っていた、そんな矢先、ある日リリコさんが家に帰りまして、で自分の寝室で寝ていた。
寝ていたらドアノブがガチャ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 とうるさくなるんですね。眠りかけてたんですけど、ふっと目が覚めまして、でドアの方を見る。すると明らかに寝室のドアノブがガチャ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 、外からどうやら回されている。ええと思って、鍵はかけてないんです。しかしリリコさん一人暮らしですよ。ガチャ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 、ギーッスーッとドアが開いた。うわっと思って飛び起きた。ドアの外誰もいないんです。怖っと思いまして、でその日は布団をかぶって寝てしまったんです。で翌日店に行きまして、店長に昨日の夜ドアが勝手に開いてちょっと怖かったっていうような話をしたら、店長が、あ、もしよかったらなんか気分転換にうちに今日来て泊まる、あのうちの子もあのリリコちゃんに会うの楽しみにしてるし、あ、いいの、じゃあ泊まらせてと言って、でその日は店長の家に行った。で夜店長たちと楽しくご飯食べて、で客まで寝ることにした。で何も起きないんです。あ、よかったよかった。明け方目が覚めちゃいまして、でトイレに行くことにした。トイレに行く、まだみんな寝てるな、起こさないように静かにしよう。トイレに入りまして、するとドアノブがガチャ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 。え、いやいや待て待て、もう明け方だし、ここはご家族がいるし、ちょっと待ってね。てっきり店長の家のお子さんかなと思った。返事がないんですね。あのこう始末して、でトイレのドア開けて、お待たせ、誰もいないんですよ。あら、行っちゃったのかしらと思って、するとそこに早起きな店長が、おはよう、もう目が覚めたの、起きてきて、うん、あ、いやトイレにね立っただけなんだけど、今ねあのドアがガチャガチャ、誰か待たしたかな、お子さんかなと思って、うちの子寝てるわよ。あ、そうなんだ、おかしいな、うちで起きたこととなんか似てる、ちょっと気持ち悪いね、なんていう話をして、でも気のせいじゃないよ。店長が、なんだろうね、お払いにでも行く、なんて話をして、それからまた店に2人で出勤した。でそうすると店の方に商店街のこう回覧板みたいの回ってきまして、何かと思ったらスキーショップの例の男の店長が急死したっていう知らせだったんですね。亡くなったんだって。え、なんだろう急にね、若かったのに。そう思いながらもリリコさん店長、まあ、気の毒にとはねもちろん思ったんですけど、ちょっとねあのほっとしたという面もあったんです。なんかの間違いじゃないの、でもって店長が言う。本当に急だもんね、でもほら回ってきたんだから本当よ。じゃああれか、みんなでお香典とかなんていうような話をしていて、で店長がしばらく、私これからちょっと買い物行かなくちゃ、ちょっとリリコちゃん店お願いね、出てった。5分もしないで店長真っ青になって戻ってきて、ねえねえ本当に何かの間違いなんじゃないかな、あのスキーショップの店長今そこを歩いてたんだけど、いやそんな、でもじゃあ分かった、あの店長会の会長にちょっと聞いてみようか、あのお香典のこともあるし誰かが取りまとめるのかとか、ちょっといろいろ問い合わせたいこともあるじゃない。あ、そうね、じゃあリリコちゃんお願い。リリコさん会長に電話しまして、もしもし、あの回覧板見たんですけど。すると会長が、ああ、あのあれね、スキーショップの何々さんの、あ、はい、そうなんですよ、あの本当にお亡くなりになったんですか、随分急でちょっと信じられなくて。そうなんだよ、一昨日の夜どうやらねお亡くなりになってたらしいんだよね。店に来ないんでね、それであの店員さんが見に行ったら、そしたらご自宅で倒れてて、もう検視も済んで急死だったってことなんだけれどもね、一昨日といえば私の部屋のドアノブがガチャガチャされたあの夜だと思いまして、リリコさんもしかして恨まれてるんじゃないかなって、店長にまあ消そうしていたあのスキーショップの店長いさめちゃいましたからね、もしかしたら怒ってるんじゃないかなと思いまして、それを店長にも打ち明けて2人でお払い受けたということなんですけど、
それからは何も起きてないそうです。ありがとうございました。終わった瞬間に発した言葉が何分ぐらいだったっていう相当お時間も気にされてたんですか。はい、ちなみに何分ぐらい。7分ぐらい。おお、いやおかしいおかしいおかしい7分ぐらいでおお拍手おかしいんですけどやっぱできんじゃんじゃないんですよ本当にね。マリコさん、はい、どうでした、あの今日聞いてみて。初音ちゃん7分ですよね、はい、すみません体感3分かなって感じでしたね3分ぐらい。やっぱ知っちゃってるんであれを僕ら知ってますからねそうなんですよ、めっちゃ短く感じるなと思ってショート階段かなと思っちゃう。そうなんだね本当に。いやもうね、あの本に書くときは商店会の成り立ちから書きます。だいぶご自身的にもじゃあ体感短かったんじゃない。ほとんど聞いたままに近いです。あの本当に電話でインタビューで聞いたばっかりだったから、はい、そうなんですよ。ボボさんいかがでした。こういうのってその人の思いみたいなところっていうのはすごくリアルなお話じゃないですか、はい、まあ、全部がまあまあ怪談っていろんなパターンのお話ありますけども、今のお話っていうのはすごく思いを残してまあ急に亡くなってしまった方が現れるっていう登場人物の感じとかその会話の内容とかっていう一つの商店街とかその中で起こった一幕のショートドラマみたいな感じで、そうなんかすごくリアルで想像できちゃいましたよね、うんうん、あなたの知らない世界とか昔やってたようなので扱われそうだなっていう雰囲気をちょっと思いながら聞いてました僕は今。部分的にその起きた現象をこうね切り取ってそのまんまカナさんがこう喋られたような形なので、うん、なんか本当にスッと入ってきたというか、めちゃめちゃ見えました、ね、そうなんですそうなんですよ、光景が浮かんだというか、うん、結構やっぱ色恋沙汰のにまつわるね恨みとかの怪談って結構生き霊系の話にもたくさんあるんで、やっぱそういった思いって強いのかなと。でも今の話だとちょうどドアノブがガチャガチャってなったタイミングでまあ亡くなられてたっていうことなんで、やっぱ最後にやっぱそのね叶わなかった思いなのかそういったのが出てきたのかっていうのと、あとやっぱドアノブのガチャガチャっていうのがリリコさんが別の場所でも起きてるわけですよね。だからなんかそのドアノブをきっかけに何かそのいわゆる訴えかけるツールになってるっていうのがちょっと面白いなというふうに。私が聞いた時は私がそのね亡くなっちゃった男性の立場だったらダイレクトに店長の方に行くだろうな、好きだったのは店長なんだと思ったんですけど、でもその店長へのこの恋路をねこう邪魔したあのリリコさんの方に出てきたっていうのがね、なんか不思議なような邪魔されたっていうなんかそういう恨みになっちゃってたのか、やっぱ恨まれてたんだ。なんかガチャガチャってこうねちょっと中に入ってこようとしてるっていうところで中に入れないんですよね。でもなんか中にちょっとこう一言物申したいっていう感じがあるんですか ねドアノブガチャガチャっていうのは。でも不倫はいけませんから、リリコさんが正しいんです、うん、諦めが悪かったね、成仏成仏すごいフレーズがポップでした。本当にこういった怪談でよくあるんですけど、その時間とねその不思議な現象がねやっぱりこう一致するっていうね、本当によくありますよね。多いですね、なんかそういう、まあ、タイミングって話していくとね、なんか僕この前聞いてびっくりしたのがご近所問題とかって結構あるじゃないですか。でよくですね横の部屋がうるさいとかもあるけど意外と上下も大変なんですよね。でそんな時にある方がいつもこう若い男性が住んでたんですけど上の住人の方がちょっとこ うまくいってなくって、何かっていうとちょっと自分がうるさかったのか分かんないけどその時に上から急にダーンってやられたんです、うん、あーちょっと騒ぎすぎちゃったかなみたいな、ごめんなさいと思ってたんだけど、そこから結構騒いでないのにドーンってやられるから、うん、なんかちょっとそれは違うだろうってね、本当は自分が悪いんですけどもともとはね、そこからなんか定期的にドーンってくるからなんでいい加減してほしいなと思って、下からもなんか棒みたいなのでドーンってやったんです。そしたらまた上からドーンってきて、なんだドーンドーンみたいな、なんか線がラリーが続くようになっちゃって、結構そういうのがもう何日も続くんですってしばらく。である時を境にもうそういうのがなくなったんですって。で1ヶ月ぐらいないなと思って、でその日は彼女さんが家に来たらしいんですけど、そしたら彼女が来たタイミングの日にまた上からドーンって来たんですって。1ヶ月ぶりだなって、あきっと彼女が来て騒いじゃったからかなと思って、で彼女にいやこれさ上から来るんだよ見ててドーンってやったんですって。そしたらシーンとして返事ないんです。返事っておかしいですけどね。でそんなことがあった
またしばらくした後に警察から連絡があって、でどうしました、それ上の方がお亡くなりになってますみたいな、で亡くなって何日か経ってるんですけど何か知りませんかみたいな、いや分からないですけど、でちなみにその自分で首を振って亡くなられてしまったんです、でそれがこの日に亡くなってるんです、いやいやおかしいですよ、だってそのことがあってからしばらくした時にまた上からドーンって叩かれてますからみたいな、それ聞いたら別にこれ怖い話じゃないんですけど、首をくくられてしまって、でその後ずっと発見されなかったと、で結構高いところでやってたんですけども、その後こう首が伸びてきてしまって最終的にこう耐えられなくてドーンって落ちた日っていうのが最後彼女が来てた日のドーンってやった時だったんじゃないのかなっていう、だからいつものようにお互いにこうやってたと思ったんだけど、最後のドーンっていう音っていうのはその肩が上から落ちてしまった音だったんじゃないか、それに対してドーンってやっちゃったもんだから、なんかもうなんかねやっぱ悩まれてたからこそなんかそういうものと一つでも神経過敏にこう反応されてしまうことがあったんじゃないかとか思っていろいろこと考えちゃいましたね。タイミングってやっぱそれは一つの回だと僕は思ってて、まあ確かに偶然って片付けられることもあるんですけど、なぜそのタイミングでそれが起きたかっていうのを考え始めると、やっぱ何かの意図があるんじゃないかと思っちゃいますよね。よくみんな生配信とかしててもなんかねちょっとした物音とかバチリなんですけど、いるのそんなところにのタイミングでバーンってなったりとかあるじゃないですか。いわゆるバケタンとかもこのタイミングで光りますみたいなタイミングですよね。そうですね、そうで僕つい先週だったかな1週間ぐらい前なんですけど、とある仕事があって移動で車に乗ってたんですよ。で運転してる方男性、いて助手席にいて後部座席に私ともう一人っていう4人で移動中車に乗ってたんですけど、都内から車走り出して、でなぜか、まあなぜかっていうか私階段やってるんで、まあ、階段の話になったんです。僕の隣に座ってる男性が、響さん階段やってるんです面白いですね、階段といえば四ツ谷階段とかありますよね、で四ツ谷階段の話で盛り上がったんですよ。でその時に僕が、まあ、金先生もねもちろん四ツ谷階段お詳しいですけれども、いや実はお岩さんっていうのは、実在してましてと、で妙行寺さんという時にお墓があるんですよ、で、実はとてもいい女性だったという説もあるんですよって話をしたら、隣の男性がいやそんなことないですよ、あんだけ怖い、ね、幽霊ですからいい女性なんてわけないじゃないですかって言うんですよね、いやそんなことないです、やっぱいろいろ調べるとっていう話をしてたら、はい、突然カーナビが固まったんです。で運転手の男性があれちょっとカーナビがあってその時点で首都高走ってたんですけど、もう降りる出口の車線に入っちゃってたんです。でしょうがなしに一旦首都高降りたらそれ四ツ谷の左門町だったんですよ。はー、でも確かにこれも偶然ちゃ偶然かもしれないんですけど、なぜかそのタイミングでナビが固まってそのタイミングで下り車線に走っててで降りた場所が左門町っていう、でこれも考えたらちょっと不思議だなとなんかつい先週ありましたね。なんでしょうね、なんか本当って言っちゃったんですけど、なんか僕もその四ツ谷階段で不思議なことを聞いたことがあって、まあ、その車で乗ってたんですって、で四ツ谷階段がどうだみたいな話してた時にパッて前の車見たらナンバーが428で、まあ、四ツ谷だなみたいな、なんかまあまあまあそれもシンクロニシティと言っていいのかわからないですけど、はいはい、四ツ谷階段は本当に起きやすいんですよね、そういう偶然みたいなのが。結構私も取材中にも起きて、2月22日がお岩さんの命日なんですけど、なんとなく自主的に2月22日までに書き終えようと思ってたんですよ。でもうすぐって時にその日になって高熱発症って何の前兆もなかったのに急に2月22日の、まあ明け方ぐらいからもう高熱で、あと少しなのにと思いながら書けなくて、で目に過ぎたら熱がパッと収まっちゃったっていうことがありましたね。なんでしょうね、その命日には考慮させたくなかった、本当にこっちはね軽い気持ちで、でも締め切りもうすぐだから本当はお岩様の法要があるんですよ、はい、でその正月命日の法要に行こうと思ってたんだけど、いや原稿優先だなと思って行かなかったんですよ。だからかなそれちょっと不義理を働いてしまうとって結構ありますもんね、そうかもしれないですね。岡野さん先月発売されました最新刊、はい、こちらの実話怪談がメインというはい、なんですけども、これなんか取材中に苦労したなとかってことありました？先月って言えばあれなんですよ、だから島田さんにも取材させていただいた怪談や怪談という単行本ですね、はい、まあ、その18人ぐらいの、そうあれが5月28日発売だったので、で18名
を取材させていただいて、まあ、亜美さんとかね、うん、あの牛崎千佳さんもね取材させていただいたんですが、何に困ったって人選ですね。人選、最初その笠間書院さんというね版元さんでお仕事させていただいたんですが、版元の担当者さんにこうリストをね、うん、差し上げたんですよ、はい、50数名のリストですかね、怪談界隈の皆さんが入っているリストをお渡しして、その他に怪談に親和性のある話し家さんであるとか芸能人の方とかで、たらね、こんなには無理ですと、50人は無理ですと、じゃあしょうがないですねって言って絞りに絞って、で向こうの担当者さんとも話し合って18名に、だからこれが売れたら、ね、第2弾皆さんのところに行きますよ。え、いや本当にねそういうつもりであの取材させていただいて、第10弾ぐらいまで行ったらね、きっとガンジー横須賀さんあたりもね、そういうことだと思いますけども、10年も漏れそうですけどね、10年漏れるか、そこまで行かないでも、いやいやでも本当あの大勢の方が活躍されてるね、あの、まあ、怪談界隈なので本当に人選には悩みましたね。なんかあの、まあ、自分のところは読ませていただいたら、なんか本当になんかね、すごくいいように書いていただいて、いやいや、すごくありがたいし感動もしたんですけど、なんかあの他のページとか見ると吉田裕貴さんのなんか今までのこのね、あの生きてきた歴史がめちゃくちゃ面白かったりとか、はいはい、改めて知らなかったっていう、そうそう、あの本当ね、あの怪談師さんとか怪談作家さんとか、どうして怪談なんて手掛けるようになったのかなって、多分視聴者の方もね不思議に思ってる方もいらっしゃると思うんですね、一気に謎が解けますよ、そうなんですよ、謎が解けます、こんな人生を送ってきてたんだ、なんでだ、例えば中山一郎先生とか、はい、もう大御所中の大御所で知ってる人は知ってるかもしれないけれども、でも一般の方はまだあまりご存じないような中山先生、どうして怪談に関わるようになったのかっていう、そのルーツの、さらにルーツみたいな深掘りした情報っていうのを、まあ、あとご先生ご自身が体験された不思議な出来事、はい、そう、階段もちょっと入ってますから、はい、階段もみんな入ってます、あれ読んでいただくと、そこに登場する方たちのことがもっとこう好きになって、はい、そうなんです、でその人の階段がもっと楽しめるようになるので、はい、なんか皆さんぜひちょっとね、あの第1弾とりあえずね、はい、よろしくお願いいたします。マリコさん自身もいろんな経験したと思うんですけど、今までその一番怖かった出来事っていうのは何になります？あ、興味あります、本当に。あの階段じゃなくていい、もちろんもちろん、はい、慰謝料請求されたとか、何ですかそれは、どういうことでしょうか、あの、まあ、いろいろありまして、今のうちの夫と、まあ、結婚する前ですね、うん、うちの夫がその前に同棲してた女性っていうのがいたんですよ、はい、で私はちゃんと籍入れて結婚、向こうはただ同棲してた相手だったんですけれども、やっぱすごい恨まれて、で、あのこう慰謝料請求、そこ慰謝料発生するんです、しないんだけど、でも怪文書的な感じで慰謝料払えてきて、まあ、結局払わないで済んだんですが、ほうほうほう、でもそういうのは、ね、ちょっと怖かったです。でその頃は車で、あのなんか実家の前に謎の車が止まってて、うちの実家の母から電話かけて、なんか女の人が中乗ってて、車がずっとうちの前に止まってんだけど、あれあんたなんか身に覚えがあるって言われて、あるって答えたらバカって言われたんですよ、ね、あるとは言っても怖いですよ、でも全ての車がね、なんかこうね、怖いやつなんじゃないかと思っちゃうかもしれないし、本当本当に、やっぱ人怖いですよ、怖い、うん、あの大島てるさんのトークライブに、はい、あ呼んでいただいたんですけど、はい、スタッフさんの方から今日大丈夫ですかどうしますって言われて、はい、なんかあったんですかって言ったら、テルさんになんか殺害予告が出てると、すごい、ありましたね、ありましたよね、ありましたありました、あの日ですよ、トークライブがあるって、うん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 、あのゲスト僕だったんですよ、とは言ってやるんすかみたいな、いや大丈夫です、なんか一応そのね話してるこう前あたりにスタッフさん一応つけますからみたいなことを言ってたんですけど、めっちゃ怖いよねやっぱね、あんなのなかったですけど、いやでも本当にその頃は、まあ、なんか付け狙われてる感じがして、うん、で渋谷の歩道橋の上から私落っこったんですけど、その時背中をボンって押されて落ちたと思ったんですよ、で、あついにやられてしまったと思ったんだけど、怪我はまあ捻挫ぐらいで大したことなかったんですけど、でも振り返ったら誰もいないんですね、でも背中を押された感じがしたんで、あれ不思議だなと思って、生き量かなとか思いながら、階段仕立てにして短い階段で書いちゃったことあるんですけど、わからないですね、私自身が気がとがめたり怖いな怖いなと思ってるから、そういう錯覚を覚えたのだけかもしれないし、本当に生き量がこうドンって背中を押したのかもしれないし、
ぐらい分かんない。でもなんかあの頭が丈夫でよかったなって、頭打っても何ともなかったし。頭打ったんですか？打ったんですよ一応ね、でもなんか石頭だったみたいで、ちょっと生き量に勝ったみたいなね勝ったのかな、ね、そうってのありました。怖いっすよね。なんか大丈夫ですか皆さ ん、 なんかそういうなんかちょっとこうね、はい、いろんなことで巻き込まれて少しこう怖い思いしたみたいな。あのあちょっと全然話違うと思いますけど、昔あのベトナムでマフィアの前で DJ したことありました違う子だめっちゃおもろいな。めっちゃ怖かった。最初全く聞かされてなくて、全然聞かされてなくて、もうすごい高級ホテルの地下だったんですけど、なんかすごい盛り上がってるんですよお客さんが。すごいで聞いたらそのボスの誕生日だったらしいんです。うわ、で最初 DJ の時は結構盛り上がったんですよ、うん、で終わってライブってライブ始めた時に、多分それがもう誕生日のボスを祝う時のピークだったんですね。でやめろって音出さすなと、音下げろみたいなんでビール瓶飛んできたんですよ。で僕のここにガーン当たって、ちょっとあの時はあの後で聞かされて肝冷やしますよね。肝冷やして、でそっからしばらくホテルの部屋に2日ぐらい外出ないでくださいって言われて。なんで、なんか怒ってるってその。で関係ないですよ、別に僕らは関係、別に工業主がダメなんですけど、あのでもう2日間もう部屋であのスタッフさんたちとあのずっと大富豪してましたけど楽しそう。いやまあいろんな場所でやっぱねこうステージやることもあったりしますけど、なんかありました今まで。階段じゃなくて、ま、漫才でいろんなとこ行かされるじゃないですか。ありますあります。で一番怖かったのが、夏の湘南なんですけど、まだ夏真っ盛りじゃなくてちょっと夏のシーズン始まったばっかりで、うん、ファミリー層全然いないんですよ、うんうん、そんな時にいるやつってちょっとやんちゃなやつらばっかりなんですよねで夏の海の家で隣に DJ ブースがあるんですよ。だからそれっぽい悪いやつらがブワー集まってんですよ。その前で若手芸人みたいな感じで10組ぐらい、もうそれこそまだブレイク前のオードリーとかその辺とかと一緒に10組ぐらいやってて、僕前のコンビでトップバッターやったんですけど、僕らの芸風って当時その客いじりが思いっきり前面に出てるんですよ、うん、で結構客に毒吐いてっていう感じなんですけど、その相棒がその客に向かっていつものノリでバーって毒吐くんですけど、一回毒吐くたびに、あんだお前っつって一歩ずつ近くですよ、あ俺のこと言ってるのお前でどんどんその距離感縮まってきて、最終的にその相方が僕の方しか向けないわかるでもうええわっつって戻ったんですけど、当時前の相方がアメリカの衣装を着てたんですね、スーツで、アメリカの国旗のスーツ着たんですけど、その悪いやつらからするとやんちゃそうなやつらからすると印象はもうアメリカなんですよ。だから後ろの方でアメリカ出せやーって言って声がずっと聞こえてきて、もうそのアメリカのスーツバッて片付けてバレるからねそう、うん、おとなしくしてましたとかありましたから、ね、ありましたね、ありました。一番怖いよね、はい、ちょっとねいろんな現場でもありますけど、ありましたね、はい、まあね本当になんかの時間って長く感じますね。長いんですよ、あと全然受けへん時も長いですけど、長いっすよ。長いね。寺院の方の秘書の皆さんがなぜか200人集まるっていうところの前で30分漫才すごいな、すごいですね。名刺交換みんなしてるし、なんか政治の話してるしって前でね、なんかねやってもやっぱ受けるわけないし、ね、円卓滑りますよ、ね、円卓はもうそうね、お酒飲みながらとか止まんないじゃん無限に出てくるし、どんどんただね、そういうなんかやりづらい場所もあれば、逆にやりやすすぎて辛いのもあって、はい、僕地元長野県なんですけど、相方も幼馴染なんですけど、はい、初めて長野の地元で誕生日ライブっていう時に、はい、マジであのホールだったんですけど、前の2列全部相方の親族だったんですよ。すごい。何言ってもすごい笑うんですよ相方が言ったことに関しては、もう前の2列がで、なるほど、本当に途中で一番ここでっていう大事な時に、あの急におばあちゃんが舞台上がってきて、相方にお小遣いあげたっていう瞬間が一番ウケました最悪おばあちゃんからしたらもうずっと頑張ってるから、もう何やろうって最後お小遣いあげてきちゃったっていう瞬間がそのライブのピークでしたね一番笑うウケましたけど、あれはあれでやりづらかったっていういろんな現場ありますね、これからもよろしくお願いいたします
様いかがだったでしょうか。番組ですね、皆様からの不思議体験随時募集しております。個性的な怪談師が揃っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。